社会的な不安を抱えている人々にも目を向け、その地域に住む人々とともに声を上げてほしいと思います。安保法制なんでダメか、やっぱり自衛隊が海外に行ってさ武力が使えちゃうってのは、それは今の憲法は認めてないからね。そこそれで判断、憲法と矛盾してる、矛盾してるし、それはあの日本の平和のためにはならないと思う。海外にまで出かけて行っての戦闘行為で約5兆5千億という、辺野古のなんか移転をなんか反対してるっていうのを盛り込んだ、あれはなんでダメなんですか。普天間基地っていうね、あの小学校のすぐ横にあの米軍基地があって、それをなくせっていうのが最初の運動だったの、沖縄の中。そしたらあのなくすんじゃなくて、どっかに移したいって言って、海を埋め立てて新しい基地をもっと面積を広くして作ってしまう。で沖縄はもともと基地が多すぎるんだから減らせって言ってるのに、もっと大きな基地作るってのはそもそも違うでしょって言って、沖縄の皆さんがまずもう許さないって反対してるのを、やっぱり国は尊重すべきだっていうのが一つあるので、私たちあのアメリカ軍ってね、本当に平和のための軍隊ですかっていう、共産党としては根本的な疑問を持ってます。違うんじゃない、あの尖閣諸島が中国から攻められてますよ、じゃあ自衛隊だけで守れるのかっていうのはどういうふうに考えてますか。あのね、尖閣が日本の領土だっていうのは私たちも同じ思いなんだけど、武力で解決できないんだよね。結局あのなんていうの、領土の領海の問題って力づくで武力で勝ったものがその領土を自分のものにするっていうのは国際法では許されないの。そうするとやっぱりなぜ尖閣が日本の領土なのかっていう歴史と国際法に基づいて、相手に対して強い外交やるわけだから、武力はさ解決できないじゃん。どう考えても軍事演習でじゃあ何あの戦闘機たくさん飛ばした方が勝ちってことにならないでしょ。逆にそれをやっちゃって、もしアクシデントでさあの軍事演習のつもりが相手に当たっちゃったってことになれば、逆に戦争だよね。だ解決は武力じゃない、外交で、外交で、じゃあ割と、そしたらもう中国に結構強硬姿勢の外務大臣を据えなきゃいけないんじゃないですか。あのね、強硬姿勢っていうかね、物が言えるからみたいな必要で、例えばね、うちの党なんかはすごいあのパンフレット作って、あの大使館届けてるの。なんで尖閣が日本の領土なのかと、江戸時代に実際住んでいたと。でしかも中国から遭難した船が尖閣であの救われていない。それに対して当時の中国じゃないよね、当時 の, あの中国の機関からお礼状が日本に届いてる。それ見たって日本の領土でしょっていうようなことを延々と、じゃあそれがなぜ曖昧になっちゃったのかってことも含めて歴史的に解き明かしてパンフレットを送って話し合うんじゃないかと、こういう事実を私たちは確認していると。じゃああなたたちは何を根拠に自分たちの領土だというのかと、侵略戦争の話とは違うんでしょっていうのを送ってるんですよ。日本人はそれ全くやってないんですよ。話し合いをやってないんですよ。もっと話し合いを増やして、そうそうそう、まずそう、武力とかじゃなくて、何の根拠で領土だって言ってるんですかっていうことをまとめの話し合いは一切やってないんですよ。ただ問題解決しないんだよね、これじゃ。また力対力とかさ、けしからん、けしからん、けしからんって言ってるだけじゃ解決しないんで、それをやろうじゃないかっていう働きかけをね、実際やってんだ、うちの党は。じゃあ、それをね、ぜひ政府としてやるべきだと思うよね。それは北方領土に関しても同じ。同じ同じ、全く同じ。だってもう大きな国に物が言えなくなっちゃってるから。アメリカにもペコペコする、中国にも、ソ連にあ、ロシアにも。こんなね、あの外交やってたらダメだよねっていう、その外交の切り替えをやりたいよね。すごい関心持ってくれて嬉しい。高校生？大学生で。あ、ごめんね、ごめんね。あの今まだ夏休みなんですよ。